輝くものは空の上、何にも言わない君の瞳の中、この音のうねりの中で見つけた本当の心、さすらい歩く街の中、不意に湧き上がるメロディーが好きさ、口笛を遠く響かせながら過ぎたあの日々を思う。行こうぜベースマン、3メートル隣で鳴らす夢の続き、誰にも真似できないそのステップで、愛してるなんてまさか言わないぜ、風と共に行くだけさ。西荻窪アパートの階段を上る音、ジャンダルムで濡れた鎖の音、覚醒快感忍び込んだ夜の星、風と共に行くだけさ。隣で鳴らす夢の続き、誰にも真似できないそのステップで、愛してるなんてまさか言わないぜ、風と共に行くだけさ。行こうぜベースマン、3メートル隣で鳴らす夢の続き、誰にも真似できないそのステップで、昨日も今日も明日も明後日も、風と共に行くだけさ。今日はですね、非常に今日は喉が痛くてですね、クソ調子悪くてクソイライラしてるんですけど、まあ今日は喉が調子悪いです。それだけ先に言っておきます。本番は19時ぐらいからやろうと思います。今は適当に遊びでカバー曲してますけど、
知った僕は途方に暮れる。見慣れない服を着た君が今出ていた。君がいたこの街に今もまだ大好きなあの歌は聞こえてるよ。いつも優しくて少し悲しくてね、あの頃は何もなくてそれだって楽しくやったよ。たちは幸せを見つめてたよ。ありがとう。いやー今日は下手くそですね。気に食わんな。本日は、お日柄もよく、喉の調子も大変悪く、諸事情により僕が今はすっごいイライラしてるので、今日は誰かのためではなく自分のために路上ライブをしようと思います。そのつもりでセットリストも組んできました。好き勝手やらせてもらいます。シンガーソングライターのケネといいます。よろしくお願いします。
さ笑い合えた昨日より苦しくない楽しいなんて思い込んでる表現育っていてよ溶けるの上に初めが一度くらいは言われてみたい自分が一番そう思うけども逆にそうじゃない奴ってなんだろうせ孤独に出てくるなら二つ意味わからん音楽に揺らす腰乾いた喉を潤すたしにもなりはしないやいや前にごまかしてごまつたいてどこの誰露出増やして流行りも入れて思ったけどもでもって振ったんじゃねえ頭を下げて買い取るゴリブリやとさドラほっとするよ作る線の角度線の前影に線と羽織られた方の方が太陽線用に絞り取られたって気づかないような方こっちにしたって救いはないこっちに来たって救いはないしちゃうドライにお前ら似たもの同士仲良くやってる居場所の通り革命を起こすんだくだらない毎日はタバコの煙で黄ばんでしまったよ褒めてくれる誰かがいるからまだ夢を追いかけてる初めてギター握った昔のお前自身にその言葉を言えるのからも老いぼれてかすかに燃え残ったプライドとブーストの糧を必死こいて守ってるだけど俺はそうならないこの曲に首振るお前もそうだろあり余る理想と欲望に触れる度に弾け出した感情間違ってはみ出して拾って間違いじゃなかったって笑うために生きてる
書みたいな奴らは今日もまた昨日の繰り返し、燃えかすになる場所を選ぶより自分を燃やすこともできないみたいだな。だけど君はそうならない。過ちを去るから過去って言うんだよ。有り余る挫折と後悔を笑えた時溢れ出した感情衝動急いで迷ってここでよかったんだって涙流しきってる。Yeah.
ったのでしょう。君の愛し方を考えてる時点で違うよな。僕の愛し方を考えてる時点で違う。嘘をつかれたから嘘につかれたのよ。愛を信じたからあなたは真実なの。私の下に響くの賞味期限切れじゃなくて時間切れ。騙したなし生きてるよ。ありふれた人生でしょ。これが普通なI'm not afraid to die.
私は少し蜂蜜を垂らしてちょうどいいバランスに酔ってたのにそれにも慣れてしまったよ。注いだミルクがこぼれて壁を伝える顔はドクドクしく流れるその後ろに少しあなたが重なって空っぽの私は真っ白なまま朝の太陽が嫌に眩しすぎて慌てて髪を探したわそうじゃないととてもじゃないけど保てないと毎朝歯にミルクを飲むのはね薄れてゆくあなたに甘さを加えるためあなたの上書きが誰であってもあなただけを感じたいから乗るの
凸凹な私たちだからこそ1ミリの隙間も作らないように君を幸せに君を不幸に抱けるのは私だけよ。寝てくだけの日々に意味も価値もないから、触り合うための口実に加担していたのはお互い様、何を思ってそばにいたのかわからない人だけが増えてゆく。あなたもそうでしょ、あたしもそうなの、会いたくなった時だけの仲直りしようよ。でこぼこなあたしたちだからこそ一ミリの隙間も作らない、幸せに君を不幸に。ああできるのは私だけよ。時間に追われ退屈を待つ君に濡らされ他人は乾く、色は薄れて輪郭を忘れても、匂いが口角が感度が他じゃ足りない。どこどこな私たちだからこそ1ミリの隙間も作らないように、君を幸せに君を不幸に。ああできるのは私だけよ。ありがとう。
たくさんあって選ばれる瞬間を待ってる。好きだったあのシンガーバニラライトを聞いてない。そんな君を満たすための歌が実はあってる。それは貫くような歌じゃなく優しく寄り添うわけでもない。終わりと思ったアーティストはまだまだ途中だった。ゴールデンタイムの絶好の中ヤジ馬たちがはしゃいでる。ああでもないこうでもないんだとヤジ馬たちがはしゃいでる。ちょっと今日は何曲歌っても何曲そういう歌を歌っても収まりそうにないので、なんか人ってなんでイライラするんでしょうね。俺は今日すごくイライラしてその気持ちにすごく素直になれる曲をチョイスして歌って叩きつけるように今日は歌ってきましたが、そもそもなんで人ってイライラするんでしょうね。なんか怒ることとか他人に腹を立てることって多分絶対的に損やのに、でもそれは多分俺らが誰かに認められたいからであり、俺らが人間だから
人の間だからだと思います。自分と誰かの間に自分は多分生きてたいから、自分の居場所を誰かとの間に作りたいと思うから、分かってくれないことにイライラして、通じ合えないことに喪失感を見出したりするんだと思いますが、まあ、昨日の MC でも言いましたが、最終的にそういう感情が自分の中に、ああ今はこのターンね、今は怒ってる自分ねって、ちょっと怒ってる自分さえも遠目で見れるような人になれたなら、きっと人として賢い生き方が、器用に生きれるのかななんて思ったりしますが昨日も歌いましたけど、やっぱ僕にとってすごく大事な歌です。信号のない街。
非常に気持ちがいいです。本当に気持ちがいい。今日は路上ライブ始まる冒頭の MC でも言いましたが、今日の路上ライブは集まってくれた皆さんのためではなく、特定の誰かのためではなく、自分のために歌うと今日路上ライブが始まるときに言いました。そうやって進めていく中で、きっとサブスクに出てない歌、聞き覚えのない歌、知らない歌、たくさんある人もいたでしょう。逆に路上ライブでこの歌歌ってくれるんだって思ってくれたコアなファンもきっといたでしょう。僕はこっちからみんなのことを見ている中で、みんなのことを見ている中ですごく一番心地が良かったのは、僕が何曲も何曲も歌うたんびに、結構いろんな人が僕目線止まってくれました。で、先に言っとくんですが、今日僕はアジサイも犬もバニラも徳弘もコインランドリーも歌うつもりがございません。で、それにしびれを切らして帰っていくファンと、いや、ファンではないな、帰っていくヤジウマと、それでも目をそらさず耳もそらさずこっちを見てくれてる、残り続けてくれるファンの、そのどちらもがすごく心地がいいです。途中で、ああ、キャナイこいつバニラ歌わんから帰ろうぜって言って帰ったヤジウマたちも、次は何の曲歌うんだろうって集中してこっちを見てくれてる、今も見てくれてる皆さん、そのどちらにも皮肉を込めて感謝したいと思います。ありがとうございます。もう少し歌っていきます。
くつか浮かんで、それを並べて見つめたら全部が嘘だと気づいた。ありがとう。じゃあ最後の曲を。もしかしたら47都道府県全生ツアーで、あ、俺の記憶違いだったらあれやけど初めて歌うかもしれん。まあ、僕は本当にいろんな曲を書いてきました。で、僕は作り話をほとんど書かないので、まあ、唯一夏休みっていう曲が妄想というか、まあ、とある漫画を読んで、悪の花っていう漫画があって、その漫画を読んで書いた歌が夏休みなんですけど、それ以外は全て実体験に基づいて僕は曲を作ってます。その上で今まで作ってきた曲の中でやっぱり僕は一番、僕の曲の中で一番いい歌だなと思うのは、もう2位と圧倒的な差をつけてコインランドリーだと思ってます。ただ僕が言いたいことを全てきちんと全て全部言えた曲っていうのは、言いたいことっていうのはこの曲に全て集約されていると思います。まあ今でこそだいぶ減りましたが、本当に僕のことが好きで、僕の音楽が好きで、キャナイが好きでここに来てくれてる人、おそらく半分ぐらいだと思ってます。半分いれば上出来かなぐらい、バニラさえ聞けたら、アジサイさえ聞けたら、犬さえ聞けたら、コインランドリーさえ聞けたらって思ってる人もきっといるでしょう。ただそんな人らに僕がその曲を歌って、歌った後その人らが変える未来見えてるのに、までそれを、その未来が見えてるのに、そこまでして歌ってっていう気分には今日はなれませんでした。路上ライブ終わった後にファンの人と喋る時間ありますけど、サイン書いたりフライヤー配ったり、あの時にこの曲しか知らなかったけど他の曲も今日初めて聴いて、いい歌だと思ってよりファンになりましたっていう言葉、すごく本当にすごく嬉しいと思うし、そうなってほしいからこそ今日みたいなライブもあっていいのかなと思いました。今日は自分のためにライブをしましたが、最後のこの曲が一番自分のためになると思ってます。ありがとうございました。シンガーソングライターの会でした。最後の最後に僕がどういう人間かを歌って帰ろうと思います。ありがとうございました。全員死ねよ君以外は、そう思うたびにキスをしたけど、あくまで人の愛だったから、人間であることを知る今日だ。あまりに世界は狭いなんて何も知らなくて口に出る若さ、歳を取ることだけ嫌った、六丁で二人身を寄せた。
的さも陸上で気かわしながら曲も書ける。でも誰かになりたいわけじゃない。ただ自分が誰かこれなのかを知る旅の途中知りたいと思う。知れば満たされて欠けておる。大人になり子供に戻る。見た目だけ醜いから老いと呼ぶ。お金があるから幸せとか裕福ならば後からできるとか何もかもしたいわけじゃないだろう。マイク逃げたあの時からもう他の遊んでいただきました。山形県本当にありがとうございました。またどっかで会いましょう。ありがとう。本当にありがとうございました。2日目はクソ自由にやらさせてもらいました。明日僕は新潟県の明日、天気が怪しいとこですが次は新潟県に行って、新潟が終わったら、めでたいことに東北は全ての県で歌ったことになります。新潟が明日東北ラストですね。それではまたお決まりのことを言わさせてもらおうと思います。今日のライブが良かったと思う人は僕の今日のライブに価値をつけてください。そうやって僕は今日まで生きてきました。シンガーソングライター始めてから今日に至るまで全て2019年の2月2日自分のギターを買って2月3日にシンガーソングライターキャナイと名乗ってから今日までずっと路上ライブでその日の自分のライブに価値をつけてくださいと目の前の人にお願いをして自分の価値、今日のライブ、僕のライブ、今日のライブ何円でしたか、あなたにとって何円でしたかって常に問いかけて孤独にずっと一人でやってきました。味方誰もいませんでした。今日のライブが良かったと思う人今日の僕のライブに価値をつけてください。少額でも構いません。投げ銭してください。その投げ銭で僕今日はホテルに泊まり車にガソリン入れ飯を食い新潟県に向かいます。フライヤーもらってない人はフライヤー配ります。サインもします。時間かかるかもしれませんが全員対応します。今日は本当にありがとうございました。